何？何？なんかいる。え？何？なんか動いてる。え？鳥？カラス？どうしたん？大判やん。大判。え、どうしたん？絡まってる？おい、大丈夫か？ちっこいな、まだ。ごめん、なんか引っかかってる？何も引っかかってないやん。なんで？え、どういうこと？大判、なんでそんな流れていくの？どういうこと？ねえ、大判。今琵琶湖で急増している鳥ですね。中国の方で開発によってね、追われて琵琶湖が住みやすいっていうことでね、なんと琵琶湖で見る鳥の数ランキング1位の鳥、この子が大判ですね。なんでこんな格好して動かんのかちょっと分かんないですけどね。鳥だしな、あんまり不用意に触るのもあれだし、まあ保護センターとかに行って保護してもらうのもいいかもしれないけどな。以前ね、傷ついた詐欺を見つけた動画があったんですよ。その時には僕ちょっとどうしていいか分かんなくて、結局そのままにしちゃったんですけど、今だったら俺鳥獣保護センターの連絡先も知ってるしな。ちょっと鳥獣保護センター一応確認してみようか。一応怪我をした野生鳥獣を見かけたらっていうのが県のホームページにありますね。対象外となるものの鳥類、カラス、メドバとカワウツバメ、アオサギ、ムクドリ、狩猟鳥獣は対象外と。ああ、じゃあ一応大判は入ってますね。あ、連絡先、なるほど。ちょっと連絡しますね。あ、すみません、ちょっと今川で、まあ、あの鳥、怪我してる鳥をちょっと見つけまして、種類がおそらく大判でして、あのですね、はい、基本的には、はい、怪我をした野鳥の、はい、あの、まあ、あの保護っていうのは、はい、あのちょっと種類が限られてて、あ、はいはいはい、希少種だけみたいな感じですかね。そうなんです。なので、ね、ちょっと大判は、はいはい、そもそもその対象に、あ、そうですか、なってないので。なるほどなるほど。あの、ちょっとこちらの県の立場としてはちょっと、はいはい、あの保護できないんです、ね、あ、そうですか。で、野生のものなので、はい、もうあのそっとそのまま置いてもらうしかないんで、はい、いいですと。まあ、ちなみにちょっとね、鳥インフルエンザが、ね、あの国内で流行ってるので、はいはい、お姉ちゃんの方に持っていくのも今そもそもストップしてて、希少種でもお預かりできないんです。うーん、なるほど、はい、ごめんなさい、あのホームページは確認またしておきます、ね、はい、すいませんが、よろしくお願いします。はい、はい、はい、すいません。なるほど、難しいっすね。希少種ですら今は鳥インフルエンザの影響もあってっていう、なかなか、まあ今大判ね、結構増えてますからね、琵琶湖で。わざわざ保護する必要もないっていうところなんでしょうね。まあこれはしゃあないですよ、本当に自然界のことなんでね。それは怪我もしますし、怪我していない生き物がやっぱり生き残りますけれども、運が悪かったっていうのもあるだろうし、生きる力がなかったとも言えるだろうしね。難しいところだ。てか大判どこ行った？あ、いた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 。周りのやつはみんな逃げれるのにな、お前だけ逃げれないんだよな、かわいそうにな。ごめんな、なんか保護の方も無理っぽいわ。自然界って本当に厳しいなっていうのをね、こういうの見ると実感しますね。まあ鳥インフルエンザの件もあるし、あんまりね、鳥獣保護法的にもベタベタ触るのも良くないんでね、野生動物見かけたらね、なるべく餌付けとかも絶対しちゃいけないですしね。人間にとっても動物たちにとってもね、良くないことでね、誰も得しないんでね、なるべく触らずにね、自然のままでいさせてあげてください。以前よりも知識が増えてね、救える命ができたと思ったんですけどもね、なかなかそううまくいかないですね。じゃあまあそっとしておくわ、ごめんな。